ペトルス・デ・クルーチェ、または、ピエール・ドラ・クロワは、13世紀フランスの作曲家、音楽理論家、音楽学者。寄付法の発展に寄与した。ペトルス・デ・クルーチェは、フランス北部のアミアンに生まれたが、青年月日については分かっていない。すでに1290年には、音楽活動をしていたようである。マギステルの称号を持っていたことから、パリ大学で学んだらしい。 在職期間などから考えて、ケルンのフランコに支持したようである。1298年には、王室礼拝堂のために単戦率のオフフェルトリウムを作曲したことが記録されている。1301年から1302年にかけて、アミアン司教の宮廷に、聖職者の一員として滞在したことは疑いようがない。おそらく王室礼拝堂の職員でもあったのだろう。 没年は1347年より前である。というのも、この年のアミアン大聖堂の財産目録において、彼が意思によって残したというポリフォニー作品の自筆譜の固有について最初の記録がされているからである。同時代ややや後代の評論家は、ペトルス・デ・クルーチェについて好意的に述べている。ペトルス・デ・クルーチェについて、メンスーラのポリフォニーによって、 美しく優れた作品を書くもたくさん作曲し、フランコの教えに従った、かの優れた実践的音楽家と呼んだのは、他ならぬ音楽理論家のジャック・ドリエージュであった。軽量寄付法が、星座的に発展を遂げたのは13世紀を通じてで、あった。古いリガトゥーラナイしは、リズムモードが、口述のように様々な理由から、ポリフォニーのかつてなく微妙な表記にこらえうるものではなくなったからで、 ある。少なからぬ問題は、送付の形にして寄付するより、各政ブごとに寄付して、別々に製本する方が安上がりだったので、そうするための方法を見つけなければならなかったということである。この方法は、1音符ごとの時価を表示することによって、信頼できる不評の発達を巻き込むことになった。そのような解決の始まりが、フランコ式寄付法であった。その通称は、 音楽理論かけるんのフランコにちなんでいる。理論書、軽量を音楽の技法アルスカントスメンシュロビリスにおいて、この体系の概略をまとめたのがフランコだったからである。ロンガ、ブレビス、セミブレビスが、音歌のセットとして理解され、互いに3つのグループに関連付けられる。二重ロンガは常に、ロンガ2個分に相当するが、ロンガ1個分は、完全、ロンガロンガペルフェクタとも、 あるいは、不完全、論画論画インペルフェクタともなり得る。完全、論画と不完全論画の判別は前後関係次第である。ブレビスは、テンプスと呼ばれる。テンプスとは、近代寄付法の白、または単一白に該当する概念である。すなわち、完全、テンプスは三拍子、不完全、テンプスは二拍子ということになる。フランコ式寄付法によれば、 ブレビス1個は、理論的に、セミブレビス3個分か2個分のどちらかということになる。ただしセミブレビスマイヨルの場合は、セミブレビスミノルの場合の長さでなければならない。フランコ式寄付法では、オンカを二等分するという規定や、不完全、テンプスという発想がまだなく、フィリップ・ドビトリが、著書、審議法あるスノバの中で、プロラゼオの概念を成分化するのを待たざるを得なかった。 1280年代になるまでにトリプルムは従来より早くかつ独立して動くようになるにつれ低戦率の置かれた低ノルセーブの動きはより緩慢になり補助的なセーブとなった作曲家は話すようなリズムをトリプルムに押しとどめたいと望んだのでテンプスをセミブレビス3つ分より細く分割する方法を探り出した このようなリズム分割を表記する方法の一つは、送符にして、それぞれのセーブを平行に書くことだった。トリプルム以外の2セーブを検討すれば、テンプスがわかるからである。このやり方は、貴重な物資の浪費につながったであろうが、それでも従来とは違って、送符がもはや選択肢にとどまるということはなくなる。ブレビスの再分割は、近代寄付法で言うなら、連符に相当しよう。 三分割以外の方法を強行したモテーツスは、この荒行を、最も駆使した先駆者にちなんで、ペトルス風の名で通った。その典型として最もよく知られる作品は、ペトルスでクルーチェ作のポリテクストのモテーツス、ある人たちは、慣習的に歌を作るが、長いこと私は歌わなかったが、示しおかん o NT、トルベちゃんとパールユーセージ、ランクタンズミースイッテヌでシャンテ。 アナンティアンテスである。ペトルス・デ・クルーチェは、しばしば最高7分割まで試みた。また、セミブレビス同士のまとまりを分割点で取り囲み、こうすることで、ブレビスの長さに相当するグループが、楽譜の読み手にも伝わるようにした。ところで、プンクトゥス・ディビジオーニスは、フランコのディビジオ・モディから発達した、本来はブレビスとセミブレビスの集合をグループ分けするための記号であり、 したがって、蒸気のような用法は、規定から外れていたことになる。しかも15世紀から16世紀にかけて、新たに、普天記号が開発されると、普天と分割点の混乱をきたした。ということは、実のところブレビス細分化のための分割点は、いたずらな混乱を招いただけの、無用の長物だったということになる。そもそもセミブレビスの倉庫が2つのリガトゥーラに、 挟まれていれば、明らかに、グループ分けだからである。それでも、ペトルスでクルーチェの考案した、ブレビス分割の自由な用法は、音楽様式にとって計り知れない意義があった。中世音楽のテクスチャーでは、音符の数が多くなればなるほど、トリプルムが3セーブのうちで最も目立つセーブとなり、残る2セーブは、補助的な役割に甘んぜざるを得なくなる。また、音符が多くなって、 テンプスの細分割が込み入ってくるほど、外してテンポは遅くなる。つまり、セミブレビスが従来の慣習よりも遅く演奏されて、真の単インパクトなり、中、低セ部はリズムの活力を失って、単にブレビスやロンガの連続体に過ぎなくなるのである。ありがとうございます。